チェック中。ステーションから地球の IBC へと変更。チェック中。無線機能まで壊れたの。まさか、それとも、もう。通信成功。この声は、もしかして、私の声が聞こえていますか？やっと繋がった！私は、ライフストリーム号所属、MC01、ロナ、助けを求めます！現在位置と所属名が確認できませんが、所属はどちらですか？え？それはどういう。少々お待ちください。もう一度確認してみます。通信チャンネルチェック。現在繋がっている通信ラインの情報開示を要請。本当に秘匿回線じゃない。でも、こうして繋がっただけでもよかったです。4日間。壊れた状態で、どこにも繋がらなくて。このまま、何もかも解決しないまま、終わってしまいそうで怖かったです。すみませんが、見ての通り私は今、動けない状態です。私の手助けをしてもらえませんか？ありがとうございます。一般の方にこういうことをお願いするのはセキュリティ違反になりますが、他に方法がないですからね。今、修理用 UI を表示させました。見えますか？そこにある修理開始ボタンを押してください。他のロボットたちが攻め込んでくるかもしれません。急いでください。緊急修理シーケンス起動。できました！この辺りにいる修理マシンが来て、私を修理してくれるはずです。復旧失敗。理由、修理リストに該当情報なし。修理が完璧にできていない。私には体を制御する自律コントロールシステムが組み込まれています。これが修理されないと私は思い通りに動くことができません。一番大事なパーツが修理されないなんて、どうしたらいいの？他の部分は修理されていますので、バグではないと思います。やっと修理できたのに、一体どうすれば。そうだ！一つだけ方法があります。今、私のいる場所、ライフストリーム号は、
地球からおよそ35万キロメートル離れた距離に浮かんでいる宇宙研究所です。数日前、宇宙船内部で反乱が起こり、全ての制御権を奪われてしまいました。宇宙船内の人たちは制御権を取り戻そうと努力しましたが、残念な結果に終わりました。彼らが制御権を奪い、真っ先に取った行動は、この宇宙船を地球に落下させることでした。もし、宇宙船がこのスピードを維持したまま地球へ墜落したら、地球の3分の2が破壊されてしまうでしょう。多くの人々が。そして、あなたとあなたの愛する人たちも被害を受けるかもしれません。私がたくさんの人々を失ったように、自立コントロールシステムが故障している今、簡単な動作はできますが、戦闘のように繊細かつ激しい動作は不可能です。現在戦闘ができるほど私を完璧に動かす方法は遠隔操作システムしかありません。また今現在私と通信ができる人はあなただけです。わがままなお願いなのは分かっていますが、どうかお願いします。私を操作して、私の使命に力を貸してください。ゲームではないですが、そのように理解されたのならそれでも構いません。あなたの優しい気持ち、絶対に忘れないように保存しておきます。では遠隔操作に変更します。遠隔操作にシステム変更、 IBC チャンネル1015に連結開始。 ID MC01 ロナ。修理シーケンス完了。オペレーティングシステム再起動。今度こそ全てを取り戻してみせます。目標地点に到着。ここからは慎重に行動しましょう。いきなり新しい人物の登場。キャワイイ。さあカメラの方を向いて、地球の視聴者たちに自己紹介してくれる？はい。これは一体、私は私はここで、いや、そうじゃなくて。おぉ。このかわいい少女には、緊張をほぐす時間が必要みたいだよ。ちょうど CM の時間だから、CM の後にまた会いましょう。じゃあみんな、チャンネルはそのまま。おい、あんた、放送を台無しにするつもり？いや、そんなつもりは。もう変なロボットたちに追われて超大変だっていうのに、数日ぶりにやっと会えた人がここまでノリが悪いなんてね。 2000 years later。 出発。言わないの？出発。
避しました。ユニコーン発見。どんだけ
リート。コンプリート。